ヨットに乗るのが趣味のクリスさんがヨットの整備をしていたところ、突然手に激痛が走ったといいます。そのため塩を溶かしたお湯に手を浸してみましたが、効果がなかったそうです。結局病院に行くと、医者からは中指の炎症のせいでしょうねと言われ、抗生剤の注射を打たれます。ところが時間が経てば経つほどクリスさんの痛みはひどくなり、手のひらからは爪のような変なものが肌を突き破って出てきたと言います。そのため病院では、これは何だと疑問に思い、サンプルを採取して分析したところ、驚くべきことに手のひらにできた爪のようなものの正体はフジツボだったそうです。フジツボ？亀の甲羅にくっついて育ち、剥がす動画を見ただけでも気分爽快になるあのフジツボ？そうです、私たちがよく知っているそのフジツボが、どうやって人の体に、それも手のひらに寄生することができたのでしょうか。疑問に思ったクリスさんが記憶をたどると、あ、そういえば以前バケツについたフジツボを剥がしていた時、フジツボで怪我をしたことがあったけど、まさかあの時にと思い浮かんだそうです。その後手のひらに生えたフジツボを除去する手術をしましたが、フジツボが腱や神経のすぐ近くにあったため、難しい手術だったものの、幸い術後の経過は良好で、今では手を握れるようにまでなったといいます。海にいるフジツボが人の体で育つという不思議な事件を目撃した科学者たちは、人の体液が海水を希釈したものと似ていたため成長したのではないかという推測を立てました。そのように人の体で育つほどたくましいフジツボは、船舶、岩、防波堤などの物体だけでなく、クジラ、カメなど動く生き物にもぴったりくっつくほど、ものすごい接着力を持っています。荒波に揉まれてもしっかりくっついているフジツボは、幼生期のノープリウスとキプリスを経てこのような姿になりますが、幼生の時期はプランクトンのように移動することができるため、漂いながらどこにくっついて生きていくかを決めるといいます。その際のくっつく過程がとても驚きなんですよね。もし水滴が落ちているところにテープを貼ろうとすると、うまく貼り付かないのが見て取れると思いますが、そのようにフジツボも海水の中でもよくくっつくように、付着する表面の水気を除去するために油滴を落とし、強力な接着物質を分泌し、宿主にくっついた後、成体になるにつれて自分を守るための硬い皮が作られるといいます。また宿主の体にしっかりとくっついて完全に食い込むため、強力な波にもびくともせず耐えられるんですよね。実際フジツボはカメとクジラの体にくっついて、硬い殻から出たり入ったりしながら、足の一種である蔓脚を使ってプランクトンを捕食します。そのようにカメやクジラについているフジツボは、移動しなくても餌が多い場所に連れて行ってもらえるため、クジラの体にはたくさんのフジツボがついているのが見て取れますよね。フジツボが数個程度であれば宿主に大きな被害を与えることはありませんが、カメの場合目や口の周りにフジツボがついてしまうと生活上とても不便なので、たまにこうして人が除去してあげたりするんだとか。ところで固着生活をしているとなると、交尾はどうするんだと思われるかもしれません。ほとんどのフジツボはオスとメスの役割を同時に行う雌雄同体ですが、時には自分の体の8倍ほど長い生殖器を伸ばし、近くのフジツボと交尾をすることがあるといいます。そんなどこにでもくっつく強力な接着力を持っているため、人にも被害を与えることがあるんですよね。特に船の底面に張り付き、水の抵抗を増加させて燃料を浪費させたり、船を腐食させたりすることがあるため、航海を終えた後はきれいに掃除をしなければならないんですが、そういったことを防ぐために現在使用されている船舶には毒性のあるペンキを塗り、フジツボが付着しにくくしているんだそうです。今日はあちこちどこにでもくっついて人の手にまで侵食するフジツボについてご紹介しました。ご視聴ありがとうございました。